皆さんこんにちは。今日は新型ボクシーハイブリッドになります。こちらの方の搭載されております 10.5 インチのディスプレイオーディオの T コネクトのお話をしようと思います。納車後にならないと使えない機能ということで、私もすごく気になっておりました。またこれから納車される方もすごく気になってらっしゃる方多いと思います。試乗車でも使えない機能となっておりますので、ぜひ納車を心待ちにしてらっしゃる方、ご覧になっていただければと思います。まずこちらなんですけれども、納車後で使える機能ということで、私の方はこの車内の Wi-Fi、 これは月額1100円の機能になっておりますので、お金を払わないといけないんですけれども、ものすごくこれは私自身今使ってるんですけど、すごくいいなと思いました。まあこれによって、今まで携帯でテザリングしてて通信料気にしてたんですけれど、これはもう1100円って、月々1100円ということで決まっているので、まあ自分もちろんそうなんですけれど、子供も携帯を持ったりするので、 Wi-Fi が繋がらない環境ですと不便を感じていると、まあいうこともあるし、カープレイと同じような感覚でネットが使えるので、すごくこれはいいサービスなんではないかと思います。これがどういう感じで使えているのかということなんですけれども、ネットをどんな感じで使えるのかなっていうのもすごく気になるポイントだと思うんですが、まあ正直言ってネットはもちろんできます。で、これが今初期画面になってるんですけれど、非常にネット自体は正直これで見るっていうことで言うと、ものすごく遅いです。今これ立ち上がるまでにかなり時間かかってるんですけれども、こんな感じで開きますので、かなり遅いです、正直言って。なので、やはりこう快適かって言われると、なかなかネットを使うという意味においては、まあ、ちょっと快適でないなっていうところがあるので、まあ、そういう意味ではこれやっぱり AI ボックスを使った方がかなり早くネット環境が整いますので、やっぱいいなと思ったところになります。で、これ、後席モニターではやっぱり映せないというのがありますんで、まあ、後席モニターで映したいということなのであれば、やはり AI ボックスが必要になってくるんじゃないかなと思います。で、もう一つこれすごいなって思うのは、これまあネット今開いたっていうことなんですけど、じゃあ車内 Wi-Fi で AI ボックスをまあ使ってみるということです。で、車内 Wi-Fi は、やっぱりインターネットで使うよりも、やはりこれ Wi-Fi として使う方が、やっぱりすごくいいです。その例をご紹介しようと思うんですけど、AI ボックスを使ってみたいと思うんですけれども、まあどのぐらいのスピードで繋がるのかっていうことです。もうすでに繋がってるんですけれども、これ、つなげる前に、まず何をやらなきゃいけないかと言いますと、こちらです。この Wi-Fi というところがありますんで、ここ Wi-Fi スポットをオンにしとく必要っていうのがあります。で、これオンの状態でしたら、もう、勝手につながってくれるようになります。で、つながらない場合は、まあ、ここのところを押してもらえれば、つながるようにもなります。で、YouTube を開きます。もうそうするとパッとこう開いてくれる。この速度の違いがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、もう一度こちらのトヨタのナビ上でインターネット開いてみようと思うんですけど、なんか ADSL 時代の速度みたいな感じでつながるような感じがあると思うんですけど、もう今の時代ですと、ちょっとこれだとちょっと実用性がかなりね、乏しいなっていうところがあると思うので、やっぱりこの T コネクトでインターネットを見るっていうのはちょっと難しいかなっていうのがあったりします。で、この T コネクト自体も、これ今回テレビキャンセラーつけてるんですけど、例えば車をこう走らせます。これ今映ってますけど、テレビキャンセラーをオフにした状態になりますと、走行中は表示しませんってなりますんで、だからテレビキャンセラーをつけないと、
こう移動中もこのネットを見たりするということが、まあ、できないということになります。ですけれども、こちらの今テレビキャンセル今入れてない状態で、この状態で AI ボックスの場合ですと、もう普通に見れてしまうんで、まあ、この辺が全然まず違うところ、こんな感じで普通に見れてしまうと。起動速度も速いし、普通に受信してくれるし、ストレスなく操作することも可能ということなので、まあ、そういった意味においてやはりこの AirBox っていうのは導入する価値ってすごくあるんだなっていうことを、まあ、改めて納車して社内 Wi-Fi を使ってみると、まあ、感じたところになります。でかつこれ無制限で使いますんで、もう携帯の、まあ、Apple Music とか、まあ、私も使ってたんですけど、 Apple Music の方がネットで見るよりも、まあ、安いから使ってたっていうのもやっぱりあったと思うんですけど、でもこれはもう無制限で使えてしまいますんで、まあ、そういう意味においてはApple Music と同じような感覚で、まあ、ネットが見れるということで、まあ、もちろん毎月の金額1100円というのは、まあ、払わないといけないっていうのはあるんですけれども、でも1100円を払うだけの価値っていうのは、まあ、十分にあるのかなっていうのは私自身も感じます。 Apple Music もね、1080円月払わなきゃいけませんので、まあ、そういった意味ではすごく安いんじゃないかなと思ったり、アップルミュージックやめて社内 Wi-Fi にお金を払うっていう考え方もできなくはないかなと思います。特に大きいところはこのインターネットと社内 Wi-Fi というところになります。まあ最初にこの T コネクト ID が発行されますので、まあそれを、まあこのナビ上で登録、もしくは携帯のアプリ上でも登録できるので、その自分の T コネクトのナンバーさえあれば機能が使えるようになるとまあいうことなので、納車した後は、まあ、登録をまずするとまあいうことになります。その他携帯上でできる機能というのもあるので、まあそれもご紹介をしていきたいと思います。もう一つの機能はこちらなんですけど、まあマイトヨタプラスっていうのを、これをもうダウンロードしとくと、まあ、こういった感じで T コネクト登録すると使えるようになります。で、その中で、このエアコンっていうところです。これが、まあ、有料の月220円の設定のやつが、220円で使えるやつなんですけれども、まあ今の時期ですと、朝車に乗り込むと寒いよねと思った、寒いと思う時もありますし、寒冷地行きますと、ガラスに霜が、降りていたりして、なかなか車を出すことができないといった場合っていうのがあると思うんですけど、まあこれはちゃんと遠隔で起動してくれるというものになっています。もうすでにご存知の方はもちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、まあこういったこともできるようになるということです。これを実際やってみたいと思うんですけれども、まあ、まずはこちら、この設定で、今日はちょっと今ちょっと暑いので、21度ぐらいの設定にしておきます。で、まあ、10分、20分という形で選べるんですけど、この設定で起動すると。パワーモード入っちゃってるんで、一回切っときます。はい。で、この施錠してる状態で、起動してみます。こんな状態で勝手に立ち上がってくれる。で、タッチすると画面が表示されますということで出てくるんですけれども、で、画面は今暗い状態。まあ、この状態が遠隔でエアコンの操作ができるモードということになる。できる作動になっています。で、このエアコンの温度も
しっかりと反映されていて、21度で、で、リアももちろんエアコンが使われているといった、まあ、状態になっていると、まあ、いうことになります。で、これまだ車自体は施錠されている状態にはなっているんで、鍵をアンロックで、まあ、この状態でもう乗り込むと。で、もう一度このパワーボタンを、で、タッチすると画面が表示される。あ、そうですね。タッチしたらちゃんとこの画面は表示されると。で、走行するときは、もう一度パワーボタンを押すと。そうすると走行できるようになると、まあ、いうことになりますので、やっぱこういったところ、こういったやはり仕掛けがちゃんと、こういった仕掛けがあるっていうのも、やっぱりトヨタにしかない、装備かなっていうことを、まあ、正直思います。外から、エアコンの遠隔操作やってみたいと思います。はい、こんな感じで。施錠してないとダメみたいです。で、これでも遠隔操作というのがされていて、まあ、エンジンかかってないような状態です。もちろん電力が供給不足してくると、もちろんエンジンがかかるんですけれども、車内見ていただくと、このように、もうすでに、ナビもそうですし、まあ、指導はしてないんですけれども、システムは立ち上がっていると、まあ、言った状態になっています。こういった操作ができるということなので、特に寒冷地とかで車を使われている方なんかは、今の時期ですとすごく重宝しますし、真夏なんかも特に暑かったりしますんで、まあ、当然熱中症対策にも使える機能になっているんではないかなと思います。あとは、無料の機能で T コネクトをつなげれば使える機能なんですけれど、まあ、ハザードであったり、まあ、車を見つけるときに使うにはすごく便利な機能だと思います。止まってるときです。で、施錠はアンロックの状態でも使えるみたいです。やってみたいと思います。こういったリモート操作をするということも可能になります。で、これは一旦着いたら乗り込まないと消すことができないみたいなんで、まあ、ここを押す必要があると思います。あとはカーファインダーということで、車が今どこにあるのっていうのもしっかりと見れるようになっていると。まあ、いうことです。では、外から、ハザードの操作をしてみたいと思います。今はまだ少ないですけど、徐々にこの、ノアボクシーもどんどん増えてきて、見分けがつかないといった状態もあると思うんで、まあ、そういった時に、この、ハザードの点灯というのは役に立つんではないかと思います。はい、こんな感じで、遠隔で、ハザードが点灯するといった状態になります。で、車内にいたときは、もう一回ボタンを押したんですけれど、こちら。まあ、乗り込むわけなんですけど、まあ、ドアを開ければ、ハザードは勝手に消えてくれるようになっています。はい。で、すぐではないんですけれども、このリモート確認という機能があって、例えば、鍵をかけていないといった状態になりますと、施錠されていませんという、このような形で、警告出ます。で、なおかつ、オートアラーム。こちらの方も作動していませんと出ます。で、これを施錠するということが遠隔でできます。それをちょっとやってみたいと思います。こちらです。
はい、まあ通常のキーレスと同じパターンかもしれないんですけれども、携帯でロックをするということももちろんできます。で、操作を元に戻すっていうのがあるんで、ちょっとこれやってみたいと思うんですけれども、あ、このように、携帯で開閉のオンオフ、ドアロックがされていない時にまた施錠するっていった場合なんですけど、その場合は施錠ロック解除っていうのができます。こういう感じです。ただ自分でもう先に施錠してしまうと、携帯でロックの解除というのはできないんですが、施錠されていないという状態でしたら、ドアロックとアンロックと両方できるようになっています。ってことで今回はトヨタのボクシーの納車後に使える機能ということでご紹介をさせていただきました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。